デスポルチーバ・フェロビアリア正式名称、アソシアソン・デスポルチーバ・フェホビアリア、バリド・ヒュード・スイは、ブラジル・エスピリト・サント・シューカリア・シュカを本拠地とする、サッカークラブである。単にデスポルチーバ、または、デスポルチーバ・イエスと表記されることもある。ホームスタジアムのエスタジオ・エンジェニエイル・アレンカル・アラリッピは1966年に会場され、 かつては、最大22,600人を収容していたが、その後の回収により現在は7,700人に、縮小されている。A.E. バレリオドスイフェホビアリオ SCAA か、上、EC グアラニー AA バリクルゼーロの合併により、1963年7月7日に、アソシアソン、デスポルチーバフェホビアリア、バリドヒュードスイとして創設される。これらのクラブは、バーレド、 リオドセの鉄道従業員によって創設されたクラブであり、バーレド、リオドセはこれらのクラブの合併を奨励した。1964年、カンピオナーとカピシャーバに優勝し、最初のプロフェッショナルタイトルを獲得した。1974年、カンピオナーとブラジレイロセリエ A に初参戦し、34位となる。1980年、カンピオナーとブラジレロセリエ A において、 デスポルチーバにとって、同大会史上最高の成績である15位となる。1993年、カンピオナート・ブラジレイロセリエ A に出場し、29位となる、同大会への参加は現在までのところこれが、最後になっている。1999年4月19日、クラブは私、会社となり、クラブ名を、デスポルチーバカピシャーバに改めた。2011年4月8日、 クラブは元の鉄道スポーツチームに帰属することになり、クラブ名も元々のものに解消された。ありがとうございます。